野沢教授という URC レコードで1967年ぐらいに出たんですけど、まあ1曲も売れないで終わって、まあもちろんあのリアルタイムで僕は聴いてたんじゃないんだけど、 CD の時代になってからアシッドフォークビジョンっていうあの URC の、人がアシッドっぽいやつが出たやつがあって、その2曲入ってたけど、ダリダリディンドンっていう曲、ダリダリディンドン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 、ダリダリディンド
次はソーバットレビューと結構最近というか、ね、最後の本音三味線みたいな感じ。誰か教えてほしい。俺の行くべきところ。
仕事をやって金貯めてピストル買うんだよ、ピストル買って頭めがけぶち抜こうと思ったけど仕事もなけりゃピストルも買えねえ、これから先は枕闇さ、俺と女もいるにはいるけど世界の神よ、ああメンフィス世界の神よ、パラパパ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 でも飲むしかねえ、メグラのレモンも死んじまった、一人で飲むしかねえ、そこに奥にそこのおっさん、俺と一緒に飲む車に乗ってメンフィス世界を行う、マフラーにして二人でいた横丁のホテル、一緒に行こう寝ていったのに、いつも私が待たされた、払いこれダメだね、俺こうどこへ、いつも私が待たされた、洗い髪が芯まで冷えて小さなベッドがギシギシなった、あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ、バカだったあの頃、何も怖くなかった、ただあなたの優しやらしさが怖かった、
あなたはもう捨てたのかしら。二重色のスキンを買って、あなたが描いた私のあそこ、うまく描いてねって言ったのに、いつもチートも行かないの。窓の下には飲み川が、三畳一間の小さな下宿、あなたは私のあそこを見つめ、悲しい書いて聞いたのよ。カバカだったあの頃、何も怖くなかった、ただあなたのいやらしさが参ったな。いや、アポコードだからね、ちょっとこの神経さが怖かったですね。飛んでみせるよ私を。